もしかしてまーちゃんはスピカ入りするのでは？に対するみんなの反応集。チームスピカいいよね。むふ、特大、小大、互角、といったところね。平均値が上がったな。谷までファスナー隠れちゃってるじゃん。大丈夫？みんなちゃんとまーちゃん認識できてる？たまにこっち見たりこの娘なんなの。チームにいるにしてもただ練習で居合わせただけにしても制服なのはおかしいから視聴者にしか見えてなくて登場人物からは認識されてなさそうなのちょっと怖い。実は一気からここにいたんじゃないか？魚出すらまーちゃんに反応してないの怖い。何言ってるのよ、いつも一緒だったじゃない。私たちは元からチーム爆乳よ。見返したら冒頭にもまーちゃんヘアーのモアイ像があってダメだった。あれ北ちゃんヘアーじゃないんだ。アホであるから北ちゃんかな。まーちゃんスピカに入らない？というかここまで来たらまーちゃんもスピカ入れまであるよ。ここまで来たら07年シンバ三強は揃ってもいい。スピカでパーティーとかお祝いしてる時にも混ざりそう。新人まーちゃんをよろしくお願いします。最終回あたりで本当にスピカの一員だったとか明かされたりは。まーちゃんいたら短距離でも無敵のチームになれるな。スピカは短距離の層が薄いどころか皆無だからな。なんでスピカ周りちょろちょろしてるんだろうと思ってたけど、そうかオーダスいるならまーちゃんも寄ってくるわな。気づいたオーダスがもみくちゃにしてほしい。実績がね、悲劇のヒロインすぎるんよね。リアクションするだけのオーダスのテコ入れにもなりそうだしな。クスカくんもそうだそうだと言っています。結局まーちゃんへのツッコミとリアクションに終始するのでは。次回から普通に会話に混ざってたら笑うわ。確かに短距離路線の補強にはもってこい。まーちゃんかけるオキトレクルー？そんなもの来ません。もみがいあるだろうがまーちゃんの友を揉んだら許さねえからな。笹針をじっくり堪能することになる。笹針を刺して良いところを知っているということは刺してはいけない場所を知ってるということよ。わお安心。まーちゃんがスピカに加入したら、沖のトレーナーがまーちゃん着ぐるみを着るのかな。夜なでしてまーちゃんぬいぐるみや銅像を立てる沖トレか、何かに取り憑かれた感があるな。各チームに一人まーちゃんがいる、みたいなミステリーが起こりそう。辻移りを極めた結果多重次元分身を。3期見終わってふと気づく、放送が終わってもまーちゃんが画面からいなくなっていない。ずっとこちらを見ているのだ。カノープスの会議にもしれっと参加してそうなまーちゃん。育成実装前はやたらと見切れてくるギャグ枠だったんだけど、今となっては不安の方が大きい。早く他のキャラと絡んでくれー。誰ですか鈴鹿さんの胸が薄いどころか皆無なんて言った人は。事実ですので。でも鈴鹿さんは早いから。気づかれたら辻移りにはならぬ。辻移りっていうレベルじゃねえぞ。アプリのまーちゃん育成シナリオを知ってるか否かで現状の捉え方が大きく変わるよな。それな、知らない人は1周年記念アニメ時と同様にチラチライミシンに映るだけで何なんだって困惑やら苦笑いやらが出るにとどまりそう。でも逆に知ってる人から知れば周りが全くリアクションしてないのも合わせて誰か話しかけてやってくれと本気の心配をしてしまう。一気の帝王みたいにスピカに入らさせてもらいます。アストンマーちゃんです、よろしくね。格好キトレ初耳という感じになったらいいなぁ。米印ブルーレイディスク版ではアストンマーちゃんが消失されています。何を言ってるんだ。鈴鹿さんが復帰できたのも、スペさんがブロワイエに勝てたのも、帝王が有馬に出れたのも、全部マーちゃんさんがいたからじゃないか。マーちゃんさんに謝れ。ほう、それじゃ今後北ちゃんの曇りが晴れるのもマーちゃんのおかげなんだな。私が有馬記念に勝てたのもマーちゃんさんのおかげです。アニメーター出すかは乳袋にていいだろ。いくらで勝っても普通にやってたら乳でファスナー挟むわけないよな。まずファスナーを体に密着させてから胸を寄せないと。なーに、うちのチームに入りたいだと。言っとくがなー、スピカは何がしら一芸を持ってないと入れないんだよ。とりあえずうちのトレーナーにプロレス技かけてみろ。シーズン4オーダス編に向けた壮大な伏線の可能性が、もしくは劇場版か。ドヤ顔ホント好き。これ以上増えるとさすがにオキトレじゃ持て余すと思うんだ。キャラが増えればそれだけ影が薄くなる子が増えるわけで、アニメでも、アストンマーちゃんをよろしくお願いします。いつの間にかオキトレの下にマーちゃん着ぐるみを着た謎の補助トレーナーっぽいものが見切れてるように。徐々にオキトレという存在は消え、マーちゃん着ぐるみとなるのです。物質に謎の着ぐるみが鎮座してそう。北ちゃんの有馬記念を観戦するスピカに混じりつつ、カメラがトレセンに映ってもそこにいそう。このまま最後までセリフなしで終わりそう。普通に3期から見てる人はチームの一人、制服だからマネージャーだと思う。なんか要所要所でイミシンに辻移りしてはいるけど、最終回まで誰にも触れられず、一言も発しないで最後の最後でエンディング入る直前で一言喋るだけとかになりそう。短距離でリビルに遅れを取ったスピカの隠し玉来たな。なおどちらもダート。スペちゃんの胸が何か？
と一瞬考えたが、他のメンツ考えたら確かに波だった。おいたはシアスペトイ。スペのバストウエスト差は25でギリ中間サイズになったくらいだから別にでかくない。まあ中間サイズがすでにリアル巨乳の見た目なんだが。キューボ、まあちゃんを照れさせる方法。まあちゃんを照れさせたい。まず服を脱ぎます。ずっと目を合わせる。両手を広げながら近づく。安心沢との子作りシーンを見せれば照れるよ。まあちゃんのもちもちを本当に触ったらこうなる。今日疲れてもふにゃーと笑ってくれるからな。大体完全に照れさせるのなかなか難しいと思う。不思議ちゃんだけど、お手紙目の前で読まれるのは恥ずかしいとかはにかんだりするし可能性はなくはない。驚くにしても真顔になるタイプだからな確か。まあちゃん彫像を作ってると思いきや婚約指輪を作ってたくらいじゃないと反応は出ないだろう。多分正面から言っても通じないから、同期あたりにいかに自分がまーちゃんの魅力に取りつかれてるか語ってる時にまーちゃんが通りすがればめっちゃ照れ顔してくれそう。それくらいは普段から知ってそうだしな。じゃあトレーナー室でまーちゃん人形に行けないことしてるところに入ってくるまーちゃん。まあトレの中身の匂いを嗅いでいい匂いだったとかを出すと話していたらそう言えばされた。照れる時も困ったように笑いそうだからなかなか難しいよね。まあちゃんは正面から褒めてもそうでしょうそうでしょうと満足げにしそうだし、裏で褒める間接的な作戦もまあちゃんは愛されているのですねとまた満足げにしそうな困難さがある。まあちゃんが照れるとどうなる。死ぬほど可愛い。まあちゃんは馬娘の中でも照れさせるのが難しそうだ。日課のほっぺたもちもちに見せかけて優しくくすぐったりすると案外こうなりそう。プロポーズまで行けば一度きりは見せてくれるかもしれない。でも不意にハロンボー見た時はこの表情だったよ。警察あなたには黙秘する権利、弁護士を頼む権利がうんぬんかんぬん。まあちゃんがまあちゃんと照れてる。冷えると思ったらやはりか。会長、もうだいぶ秋らしくなってきたんでダジャレいらないです。ウォッカとスカーレット呼んで際限なく褒めちぎるとか。ウォッカの方がこんな恥ずかしいこと続けられるかって先に赤面しそうだけど、風呂上がりのマートレの全裸を見た時の反応きたな。いや、トレーナーが自分の汗を拭っているような何でもない仕草に思わずカッコキュンとなっていると私は興奮します。お腹を撫でると照れてくれるよ。笹張りの不審者と密会すると近い表情になるよ。多少照れさせてもドキドキしましたとか口で言ってくれるだけで表情に出るまでには至らなそうよね。トレセンの屋上にて、トレセン中東部、アストンマーちゃん、僕は君のことが大好きでーす。遠征先でまーちゃんのブラ畳んでるとこ見られるとこうなるよ。かっこな悪意なし限定。不意打ちといたずら心を無効化するからサプライズが効かないまーちゃん。急に耳元で名前呼んだり愛をささやけば千分の一の確率でしてくれるよ。不意打ちで後ろからいきなりハグすれば一瞬ぐらいは。温泉まで行っちゃってると添い遂げるとこまで話進んでるからそこから表情を引き出す困難さよな。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。 Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。